未来トマは運動神経が抜群で、なんと瞬間移動もできるんですよ。高いを決めてくれました、はい、その未来トマの名前の由来なんですが、未来と永遠とはという2つの言葉を結びつけて生まれました。素晴らしい未来をとわにという願いが込められているそうなんです。はい、うんうんとうなずいて、今日かっこいいポーズで決めてくれました。はい、では続いてはソメイティです。ソメイティは普段は物静かなんですが、いざとなると誰よりもパワフルなんですね。力強いです。そしてなんと超能力も使えるんですよね。能力、皆さん大丈夫ですか？かかってませんか？すごいです。そしてソメイティの名前の由来なんですが、桜を代表するソメイヨシノと非常に力強いというソーマイティから生まれました。桜を愛する日本人の心とパラリンピックアスリートの素晴らしさを印象付けてくれています。はい、今紹介いたします。